2022年3月29日火曜日、3月最後の火曜日というか、2021年度最後の火曜日、日本時間夜10時を回りました。皆さんこんばんは。俳優、声優、そして極楽研究所所長の石野隆三と、アシスタントの宮園美由美です。はい。ミサがね、今日ちょっとやんごとない事情でね、はい、ちょっと出稼ぎに行っておりますので今日は2人でという、でしかも今日はゲストもいないというね、はい、そうなんですよそうなんだよ、50今日何回目だっけ、56回目だったかな、そのぐらいだったと思います、うん、はい、56回目にしてゲストがいないという、ね、いや考えてみたらよくここまで持ったなと思うんだけどさ、ありがたいですね、うん、本当に56回もそう、ワンクール1、ワンクール、いや、4クール1年以上続いたわけだからね、はい、あ、最初10回はやりたいとか言ってたのがさよく続いたなと思いますけどね本当に、さあさあ、この極楽研究所はですね、楽しい楽しむを極めるということをテーマにいろいろなルームを立ち上げるというそういうクラブでございますけれども、毎週火曜日はですね、私石野隆三が面白いすごいと思った方をゲストにお迎えしてお話を伺いながら楽しい楽しむを極めるためのヒントを皆さんで共有しようというルームとしてやってきたんでございますが、はい、3月最後の火曜日、ゲストが今回はちょっとないという、見つかりませんでした、正直に言うとあ、それとね、次回からはですね、まあ、4月に入ってから2022年度からはですね、はい、この極楽研究所は毎週月曜日の夜10時にちょっとお引越しをしようと思いますので、ね、お聞きの皆さんもし、よろしければ、ちょっと気に留めておいていただいてですね、月曜日の夜10時からちょっとお時間を空けておいていただいて遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っておりますけれどもね、はい、うん、ただ楽しい楽しむを極めるというね、極楽研究所のコンセプトはそのままに続けていこうかなと思っておりますんでね、そこはまあ同じと。ただね、まあいろいろとなんだろうな、ゲストの方をお迎えしてお話をするというばっかりでもちょっとね、つまんなくなってきちゃって、はい、つまんなくなってきちゃって変な、いやっていうか別につまんないって、ゲストの方のお話がつまんないんじゃないんだよ、ゲストの方のお話は毎回とっても楽しいんだけど、ね、面白いんだけど、なんかその同じことを続けてるっていう感じがしてきちゃってね、まあまあちょっとそんな話も後でねしながら、今日は進めたいなと思いますけれども ね、はい、でもしですね、この、ね、クラブ気に入っていただけましたら、ぜひ皆さんメンバーになっていただければと思います。メンバーになっていただいた方はですね、私もフォローいたしますのでね、で私との相互フォローになっていただいた方でプロフィールのどこかに漢字二文字で極楽と入れていただいた方にはイベントが始まった時にピンでお知らせをするということをしておりますね、まあ、なるべく多くの方に聞いていただきたいなとは思うんですけれども、むやみやたらにピン飛ばされてもね飛ばされる方も迷惑だろうし、まあ、興味のある方に限ってということでね、プロフィールのどこかに極楽と入れていただいた方に限定してピンをお送りしようと、ね、でこれ相互フォローでないとピンって飛ばせないという仕様になっておりますのでね、そこは一つご注意ください、クラブフォローしてるのに石野がフォローしてくれないよという方もしいらっしゃいましたらですね、ですが、私の方にバックチャンネルでね、ご一報ください、もうちょっとぼんやりしてるもんですからね、チェックはしてるんですけど見落としということがあるかもしれませんのでね、よろしくお願いをいたします。でまた皆様のお友達でですね、こういうクラブね、ルームに興味を持ってくれそうだなというお友達がいらっしゃいましたらですね、画面の下のところに、いろいろアイコンが並んでおりますけど、左から2番目四角に上矢印のところをですね、ちょっとポチッとしていただきますと、一番上のところにシェアオンクラブハウスという、なんだろう、ランと言ったらいいのかな、のがございます、ね、これちょっとタップしていただいてですね、皆さんのお友達にもこのルームのね、ご紹介していただけたら嬉しいございます、ね、またその同じところをですね、の一番下のところにはピンを飛ばすね、インバイトピープルって、インバイトピープルって名前変わったんだね、これね、項目が
はい、ね、ありますけれども、これはあの直接ね、あの皆さんの、お友達にピンを飛ばすことができると。で、クラブをねフォローしていただいただけでもお知らせ行くんですけれども、そのお知らせってすぐに消えちゃうんで、ピンの場合はね自分で行くか行かないかを決めるまでは表示されてますのでね、まあ、よろしければちょっとが活用していただければと思いますね。で普段はゲストの方をお迎えしてですね、話を伺いながら最後の方に質問コーナーとかね設けておりますけれども、うん、もう今日はですねゲストの方いらっしゃいませんので、はい、私たちに対する質問とかね、お話ししたいとかっていう方がいらっしゃいましたらですね、もうじゃんじゃん上がっていただいてですね、いろいろと聞いていただいたり、ね、お話に加わっていただけたらいいかなというふうに今日は思っておりますのでね、お気軽にご参加ください。さあ、じゃあね今日も楽しい楽しむを極めるね、極めてみましょうかね。はいはいはい、さてさて、はい、ちょっとさっき紹介するの忘れました。ね、お話皆さんね、お話ししていただければ嬉しいんですけれども、やっぱり話すのちょっと恥ずかしいとかね、いう方もいらっしゃるでしょうし、今ちょっと喋れないっていう方もいらっしゃるでしょうからね、そういう方は一番下のところの一番左側吹き出しマークのね、ルームチャットという機能がございますのでね、そちらの方にコメントですとか、それからご質問をお寄せいただいても結構ですよ、ね、はい、あと、そう、これ今ね、ウェブリスニングで、クラブハウスのアカウントがなくても聞けるようにしてありますので、ね、ウェブブラウザーから、聞けるようにしてありますのでね、もしそういう方はね、クラブハウスのアカウント持ってないよとかね、アプリインストールしてないよという方はですね、メッセージは私のツイッターの方のトップツイートに直接お寄せいただけましたらですね、この番組の中でね、ご紹介させていただこうかななんていうふうに思いますので、そちらの方もご利用ください。はいはい、ありがとうございますね、今3件、シェアしていただきましてね、 ありがとうございます。そうそう、下のところのね、シェアオンクラブハウスという、ね、四角に上矢印のボタンのところをタップしていただきますとね、上にシェアオンクラブハウスというのがありますので、うん、そちらもしねよろしければ皆さんのお友達にもね、シェアしていただいてお知らせいただけたら嬉しいと思います。はいはい、さあ、はい、そうそう、それで考えてみたらですよ、はい、このね友達の少ない私がだよですねよくよくいやよくさそんなことないですよ。ゲストの方を毎週のね、毎週ほぼほぼ毎週お迎えしてですね、はい、まあ中にはね複数回出てくださった方もいらっしゃいますけれども、ね、50回以上ね、4クル以上、まあ、丸1年以上ね、うん、よく続いたなと。本当に、ね、いや早いもんですよ。もう暑いねって言ってたら寒いねってなってまた暖かいねっていう本当だよね。で調べてみたらね、はい、振り返ってみるとだね、去年の2月の9日がね第1回目だったんだよね。おお、うん、意外と前だよね意外と前ですね、2月。そうそう、このクラブハウス自体がね、なんとなくこう日本で盛り上が、まあ認知され始めたのって去年の1月ぐらいでしょ。そうですね、そのぐらいだったと思います、ね、まあ早い人が1月の中ぐらいね、私が利用し始めたのが1月の30日か31日ぐらいだからね。ですね、うん。でまあこんなことができるんだと思って、はい、なんか定期的にルーム開きたいなって思ったんだよね。
おー、うん、最初ね、はい、うん、それで、うん、どうしようかなと思ってでちょうどそのクラブってその時まだん使えたんだったかな、ちょっとよく覚えてないけど、はい、うん、極楽研究所ってクラブにしたのいつだったかな、クラブ使えましたっけその時、いや最初は使えなかったと思うんだね、使えなかった気がしますその時は、うん、なんかそのルームのタイトルだけはもう最初から極楽研究所でやってたんだよな、うんうんうん、ですね、そうそう、でやるってことだけ決めちゃってさ中身何にも考えてなかったんだよ最初それで、はい、当初あの同じ声優仲間のね水内由紀子さんが、はい、あの結構新しいもの好きでこういうのよくとさすぐに飛びつく人だからさで使い方とかいろいろね、こう情報の交換とかして、そんなことできるんだとかって話をしてた時に、はい、あのさもし時間あるんだったらあのこんなことやるんだけどゲストで来てくんないっつってそれで第1回目のゲストは水内さんに来ていただいたのよですね、うん、でみゆみがアシスタントとして加わったのってもう実は第2回目からなんだよな、そうなんですよ、実は意外と早かったんだよね、はい、ありがたいことにいやもう私もねすぐに一人では間が持たないということに気がついてそんなことないですいやちょっとさあまりにもノープランすぎてさ、はい、何にも本当考えてなかったからね、まあまあそれが1回目の醍醐味っていうところはありますからね、そうそう、でも なんか本当その取り留めのない雑談にしかならなくて、はい、まあ水内さんにもちょっと悪いことしたんだけどさ、でね、まああのなんか何かちょっとちゃんとしたコンセプトを考えなきゃいけないなって考え始めたのがまだこの一桁台の時だったのかな、うん、なるほどそう、なんかこのテーマ絞らないと何でもありっていうのはちょっとあまりにもこうなんて、そうですね、うん、方向が定まらなすぎちゃってさ、うん、どうも良くないなと思って、うん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 、で第4回目にまたゲストの方にお越しいただいたのね、はい、誰だか覚えてる？第4回目2回目と3回目はみゆみと私と2人でやってんだよ、はい、そうですね、なんか2人でやった回があった記憶はあります、うん、で第4回目からまたゲストの方においでいただいてるんだけど、第4回目のゲストって覚えてる？はい、覚えてないよな、だかな私も記録を見ないと思い出せないっていうくらいだから思い出せないです思い出せないよね、私の語り芝居プロジェクトのね企画公演で、企画公演をするときにそのいろんなグッズのねデザインをしてくださっているイラストレーターの泉作庵さん、はい、なるほど、にゲストで来ていただいたんだよね、泉さんだったんですね、そうそう泉さんだったのよ、懐かしい、うん、すごい昔のような気がするんだけどね、すごい昔の気がします、ちょうど猫ちゃんのお話をした記憶があります、そうそう無事に猫ちゃんをお迎えしてねっていう話、ね、はい、うん、その後ねありましたけど、そうなんだよ、だからそのなんていうの、そのイラストの話とかグッズの話とかねそんなことを聞きながらっていう感じでしたですね、うん、懐かしい、泉さんよく出てくれたよねこれね、まあ、クラブハウスあんなんか始まったばっかりの本当にありがたいですね、うん、当初ってさなんかこう始まった頃2月3月4月5月ぐらいまでかな、はい、クラブハウスなんかものすごい勢いでさこう、なんかわーってね人がこうすごかったですよね、ねなんか音声 SNS で新しいみたいな感じで人がわーってきて、でその後わーって去ってってさ本当にわーって去っていきましたね、そうわーってきてわーって去ってってねそうでもこの感じってなんか日本だけなんだよね、お海外はじわじわとね利用者伸びてるって言うんだよ、日本はこうわーってきてわーって去っちゃって、はい、その後なんかねもうオワコンみたいに言われてるけどね、うん、でも世界的には、まあ、このクラブハウスが始まる前から
音声系の SNS、 音声系の SNS じゃないな、あのポッドキャストか、はい、うん、ポッドキャストってあるでしょ、うんうん、ありますね。で、音声メディア、音声コンテンツとして音声配信をするっていうね、はい、そういうメディアがこう再評価されてるっていう流れはもうこのクラブハウスが始まる前から実はあったんだよね、世界中で。おお、うん、うんうんうん、あんまり日本では話題にならなかったけどね。確かに、そうそう、なんで、そんな中でそのリアルタイムにその、はい、場所をこうね越えて、はい、いろんなところにいる人たちがそのお話しできるという、うん、それはやっぱりちょっとねこう面白そうだっていう感じあったよね。そうですよね、うん、惹かれるものがありますよね。そうそう、だからわーって来たんだけどその後わーって去っていっちゃって、なんだろう、日本人って話が下手なのかな、会話するとか。どうなんですかね、まあ新しいものがお好きな方が多いいいのかもしれないですけど、どうなんでしょう、うん、でもすぐに飽きてみんないなくなっちゃったっていう感じだったけどね、うん、あ、続々とコメントも、あ、くなぎさん来ていただいた、お名前が変わってますね、はい、あ、かわいさんこんばんは、懐かしいお話で楽しいですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、小林さんこんばんは、僕はアンドロイド勢だったので、あ、なるほど、確かに参加した5月末はもう ね、うん、かなり静かになりかけていたようです。一番の盛り上がり時期を知りませんとのことであそうか、確かに、そうだよね、アンドロイド版がこう正式に公開された頃にはもう落ち着いちゃってたかな。そうですね、だいぶ落ち着いてた気がします。でもそれはあくまでも日本の話でね、うんうんうん、日本は割と落ち着くのが早くて、うん、うん、っていう感じだったね。ですね、なんでですかね、やっぱ映像が欲しくなったりとか。要はだからさあ、その幼いんじゃない、みんなの思考がそんないやだってさ、あの言葉だけでやり取りするっていうのはやっぱりちょっとある程度そのインテリジェンスしないとできないもの。あー、なるほど、うん、ね、確かに目で見るものっていうのはさ、頭使わなくたってわかるっていうことでしょ。そうですね、やっぱ視覚からの情報が一番多いですから ね、そうそう、ね、そう、あんまり考えなくてもぼんやり見てるだけでいいんだけど、うん、話を聞いて理解するっていうのはある程度頭使うじゃない。確かに、ね、日本人はダメなのかね、そういうところね。そんな、どうなんですかね、わかんないけど、いや今ねこうやって聞いてくださってる方はそんなことないと思うよ、ね、うんうんうん、そうそうそう、今クラブハウスに残っていてこれを楽しめてる方はそんなことはないと思いますよ、うん、去ってった人たち ね、いや別に去ってった人たちが行くよってそういう企画じゃないけど、そうですね、うん、アマゾンも音声 SNS スタートみたいですよとのことです。そうなんだ、ね、だからほらこれだけさ、例えばあのツイッターもね、アトイで始めたりとかさ、アマゾンがとかさ、いろんなところがこうやって音声 SNS に入ってくるっていうことは、世界的にはオワコンだとは思われてないってことだよね。うん、確かにそうですね、うん、うんうんうん、あ、ゆうすけさんコメントありがとうございます。リモート会議が増えていった最中というのもあったので、クラハ含めオンラインで会話も徐々になれましたね。確かに、うん、確かにね、そうですね、そうですよね、やっぱりさ、うん、あのズームとかもね結構利用する人が増えたけど、はい、まあ、私はスカイプとかを十何年前から使ってたんで、うん、ズームもすぐに飛びついてみたんだけど、はい、やっぱりあの映像があるとそれなりの格好してなきゃいけないじゃないさそうですね、ね、でカメラを振ってたらさ別に、ね、その音声あのなんていうのビデオチャットしてる意味ないから、はい、確かに、ね、だからなんかそういうこう見てくれを気にしなくていいっていう意味ではさ、クラブハウスってそういう気使わないでいいからね、まあ楽ですよね、楽だよね、うんうんうん、あとやっぱり意外と音がクリアだっていうこと、
あ、確かに音質いいですよね、うん、割と。そうそう、音質の良さとね、それからまあビデオチャットに比べると遅延も少ないとかさ、うんうん、そういうあのなんていうのメリットがあったから、これはこれでいいんじゃないかなって。もう少し流行ると思う、もう少しね、なんかこの人気が持続すると思ったんだけどね、うん、私はね、まあ、うん、ただ今の感じも何でしょう、落ち着いているというか、うん、いや、まあ、まあ言い方するね、落ち着いている。なるほど、そうか、うん、落ち着いている、安定してきた感じですよね、うん、そうね、なんかでも安定しちゃうとこう新しいさ、こう使い方とか、確かに、ね、新しいこうなんていうの、ジャンルみたいなのがね、そうですね、もっといろいろ出てくるといいなと思うんだけどね、確かに最初はタレントさんも多かったので、その内緒の話が聞けるというので入ってきた人も多かったのかも。その後録音できるようになってタレントさんが減ってきたから、それ目当ての人が減った、こういう面はあるかもしれませんね。あ、なるほどね、それも確かにありますね。あるけどね、うん、ただほらさ、裏話ってさ、むやみやたらにすると問題になるじゃない。まあそれはそうです ね、 ね、だからそういうところを封じられちゃうとさ、うん、本当にその人の話の内容そのものが問われてくるわけじゃない。まあ確かに確かに、ね、で台本とかない、自分の中にあるものでちゃんと会話が紡げるとか、お話を進められるとかさ、はい、そういう人じゃないと、うん、なかなかこのメディアってさ乗り切れないよね。そうですね、そうで見た目のその木をてらったなんか変なことやって受けを狙うみたいなこと やれないじゃない。うんね、意味不明なこと言ったって通じないから。だからそういう意味では、はい、ちゃんと中身のある話のできる人しか多分生き残れなかったんだろうなと思うんだよ。うん、そうですね、そうそう、だからね、なかなかそのタレントさんたちわーって入ってきたけどわーって去っていったのはね、そういうところうまくなじめなかったんでしょうね、とね。うん、確かに。あと小馬さんが音声だけなので想像力やそれを楽しめるかどうかの差もあるのかもしれませんね。意見を交わすことが好きかどうかなど文化の差もあるのでしょうか、ということですが、確かにそうですね、音声だけっていうのに馴染みがあるかどうかもありそうですね。うん、でもね、ラジオとかは、もう今すごくたくさんあるでしょ。そうですね、私も、ね、例えばコミュニティ FM クラスなんかもひっくるめるとラジオ局ってものすごいたくさんあるんだよね。ありますね、うん、でラジオにその馴染んでいる人の、まあ、リスナーの数とか、それから広告費、そのラジオにこう振り分けられてるね、広告費なんかの規模ってのはそんなに変化してないんだよね、昔から。そうなんですか。そう、わずかに上がってるかなぐらいね。お、本当に横ばいに近い上がり方なんだけど、意外とラジオって根強いんだよ。確かに。で今ほらね、地域の FM 局っていうとどうしてもその電波の性質上さ、はい、放送できるエリアっていうのが限られちゃうんだけど、そうです ね、 ね、今インターネットを使うと、はい、全然こうその本来だったら電波の入らないところの FM 局聞けたりするじゃないですか。うん、しますね。あとアプリとかもありますしね、今いっぱい、うん、そうそうそう、だからね、そういうのもあって、でまあ、ラジオっていうのはそれなりのこう生き残り方、もともと音声だけのねメディアだから、それなりの生き残り方をね、こういろんなところでしてるんで、だから全くそのなんていうのかな、音声だけのメディアだからっていうことがね、ネガティブな、要素だとは思わないんだけどね、私はね。確かに。うん、そうですよね、ゆうすけさんコメント、ポッドキャストもしっかり日本でも需要ありますもんねっていうのと、そうそう、うん、何かねしながら聞き流しができるっていうのはいいんですよ。朝例えば出かける支度しながら聞くとかね、確かに、なんかこう家事しながら聞くとか、そうですね、うん、
なんかポッドキャストみたいなものってさ、例えば料理しながら聞くとかね、はい、ご飯食べながら聞くとかね、うんうん、そういう聞き方すること増えたね、そういえば私は。うん、あーなるほど、うん、私割とラジオ昔からそういう感じの聞き方してました。お皿洗いしてる時に聞いたりとか、うん、ね、単純なことをあんまり頭使わないでできるようなことをさ、うんうん、やってる時っていうのはなんかそういうのがあると逆にいいなと思ったりするんだけど、うんうん、ですね、うん、あ山根さんも初めは怪しいビジネス勧誘のルームが多いという噂でしたが、幸いにもそのようなルームには当たったことがありません。確かにそういうなんかビジネスっぽいルームも多かったですよね、一時期。そうね、まあ、うん、やっぱりなんだろうな、仕事にこう役立てたいっていう思いのある人っていうのが意外と多かったんだなっていうのは逆に私は驚いたけどね。あーそうですか。うん。なんかさ、こうマネタイズをする方法、はい、日本ではまだね、投げ銭とか全然できないじゃない。そうですね。ね、でこのクラブハウスというものをこう使ってマネタイズする方法はないのかっていう部屋がすごくいっぱいあったんだよね、最初。ありましたね、なんか、うん、なんとなくおぼろげな記憶があります。うん。でそういうところの話っていうのはもう全て金金っていう方向に行っていくんで、はい、いやそういう価値観でやる人たちは大変だなと思ってさ。なるほど、ね、そういうふうにそういうこだわり方するとお金が回せるようになるのかとか思ってさ、なんとも芸事とかに興味のあるやつはダメなんだなとか思ったよね。本当に。はい、松山さんからもコメントいただいております。ありがとうございます。ご無沙汰しております。自分はだいぶ雑談だけでもって感じで使うようになって発信をしなくなりましたねとのことです。でも全然それでいいんじゃないのかなと気しますよ。ですね、うんうん、なんかちょっとした打ち合わせをしようとかね、なんかそういう使い方でもやっぱりクラブハウスね、簡単に鍵ベアポット作れるし、確かに、うん、便利ですよね。ね、便利だよね、うん、うん、あとはまあね、なんだろう、本当にどうでもいいような話、うん、もう本当にどうでもいいような雑談をね、はい、お元気みたいな話、そんなレベルの話、うんうん、全然問題ないし、うん、うん、ねえ、なんかそういう使い方でこうこじんまりとやってるっていうのも意外と気楽でいいもんですよね。ですね、うん、こういうご時世だから余計にね、まあ、確かに、うん、だっていいつもさこう2時間ぐらい毎週日曜日にね、はいはい、2時間ぐらいちょっとルームのお手伝いを してるんだけど、はい、それ終わった後みんな必ずと言っていいほどまたやってるもん、雑談部屋立ち上げて2時間ぐらいさっきやったでみんな、ね、ルームやってたのにってなんかそういうなんだろう、気を使わないでいられる場所っていうのがさ、うん、ポンと簡単にできるっていうのは案外やっぱりみんな求めてるんだね、そういうのね。そうですね、うん、あ、うん、うんうんうん、はいはい、はい、皆さん、あ、うん、いや松山さんがそんな中でいろいろ出来事が久々に立てようかと思ってなかなか難しさを感じますということで、うん、確かになんか久々に立てようと思うとちょっと構えちゃうかな、えいっていうのがいますよねそうね、うん、まあ私も考えてみたら、はい、今まあ自分のねルームってこの極楽研究所しか定期的にやってるものってないんで、はい、あとはまあ声優チャンネルっていうね声優の集まりのところと、そうですね、それから日曜日の週刊業種交流会とねであとはお昼に CHST でまあMC やったりパフォーマンスしたりとかっていうことはあるけど、うん、
でも意外と そうだね、定期ルームとかをやると意外と忙しくなっちゃうんで。確かに、そうですよね。これが意外と忙しいっていうことに気がついたのよ。まあ毎週のことですからね。そうそう、1週間早いなと思って、1週間早いですよ、本当に。まあそんなこんなでね、あの始まったなんだ極楽研究所なんですけど、はい、その泉さんの後はね、はい、このクラブハウスの中で再会した人とか、クラブハウスの中で知り合ってちょっと面白そうだなと思った人をねゲストにお呼びしてるんですよ。で第5回目のねゲストが声優仲間の宇野千尋さん、はい、宇野さん、それから第6回目が、これも、声優としてね活動してらっしゃる二宮ふき子さん、ふっきーさんね、はい、ふっきーさん、そしてね7回目がねこれもどこぞのルームでなんかちょっとお話ししただけなんだけど面白そうだってことでお声掛けした宇野直美さん、この方は子役からね、はい、ずっと、俳優としてもご活動してらした方でね、ですね、渡る世間は鬼ばかりなんかでも長いこと、ご出演されてた方で、はい、今はねライターとしての活動ですとか翻訳家としての活動ですよね、いろんな活動をしてらっしゃいますけれども、なんか経歴が面白いなって、ね、天才子役と呼ばれたのになんで今そんなことやってるんですかみたいな不思議な感じで面白かったですよね、この回もね。面白かったですね、この辺はねまたあれですよ、クラブハウスの中で知り合った方っていうのがやっぱ圧倒的に多くて、第8回目がね、くぬぎみずきさん、はい、はい、今お名前変わったんですか？なんか本名でされているようですね、それから9回目はこれも声優仲間で、シタンダマイケルさんね、はい、マイケルさんにお越しいただいて、マイケルさん、そうこのあたりはやっぱり最初の頃はねそういう声優関係の役者関係の方が多かったですね。そうですね。で10回目にしてね実業界から、はい、クララボというね会社、まあはい、スタートアップの会社でしたけど、その取締役 CEO の佐久陽子さん、はい、オタクの幸せを追求する会社みたいな面白いコンセプトのね面白かったですね、そうそう会社のね、お話を伺って、はい、はい、まあ最初の頃はやっぱりだからこうね頼みやすいというのもあったんだけど、友達だったり、声優仲間だったりとかっていうねその辺から入ってった感じでしたね。そうですね、で、そう、あれです、11回目が、今、はい、チャットルームのルームチャットの方でもねコメント書いてくださってますけれども、ゲーム会社にお勤めの松山博さん、はい、ね、なかなかちょっといろいろ話しにくい金業なのでねお話ししにくいところもある中をこう無理して、ね、ね、ご出演いただいた感じで面白い話ばかりでした。いろいろありました、うん、そして12回目はね作家観戦仲間でね、サッカー好きな友達で浜田元井さんというね、エクスパンドという会社の代表取締役で、彼と知り合ったのは実はサッカー場だったんですよ。そうなんですか。彼ね、もともとセガにいて、はい、ゲーム会社のねセガにいて、それで、J リーグが始まった時にジェフユナイテッド市原という、まあ、今千葉ですけど、はい、ジェフユナイテッドのそのなんか応援団長やってたんだよねセガがスポンサーだったからメインのジェフのね胸スポンサーがセガだったんだよ最初。それでなんか仕事なのか趣味なのかよくわかんない立場で彼は応援団長をやっていて、はい、で当時は始まったは93年だよね確か J リーグ始まったの。その頃パソコン通信でね知り合ったんだよ。だからもう長い付き合いなんですけどね。
ですね。そうそう、なんかね、私もさ、J リーグ始まった最初の3年ぐらいは太鼓叩いて、はい、応援団の中で全国回って、ね、いいですね、観戦旅行をしてました。うん、ね、そうそう、それからあれだね、あ、13回目にアーティストのマンタムさんをお迎えしてますね。マンタムさん、この間も私個展行ってきました。ああ、そう、相変わらずのね、そのインパクトで面白かったです。そうそう、いや、まさか子供が泣き出す作品を作って、うん、ちょっと電気椅子、初台に電気椅子が置かれてるので、よろしければ皆様初台の新しい、そうそう、今ザロフだっけ、はい、ザロフさんに、ザロフで今展示やって、まだやってる、ま、展示自体はもう終わってるんですけど、その個展自体は、うん、ただその電気椅子は置かれてるみたいなお話をちらっと聞いたので、あ、そうなんだ、もしかしたら行けば電気椅子に皆さん座ることが、うん、なかなかないですからね電気椅子に座るなんて、電気椅子に座りに行きませんかって変な誘いだねそれね。そうで、なんかマンタムさん意外と最初の頃だったんだね。ですね、意外ですね、もうちょっと後かと思ってたんだけどね。うん、うん、でその次がね、はい、肥後琵琶の、小太郎さんをね、はい、小太郎さんも結構最初の方だった、最初の方だったんですよ、はい、この辺りでさ、やっとほらワンクール超えたよっつって すごいねっつってたんだから、うん、そうそうね、13回でワンクールでしょ。そうですね。ね、だから、おい、やったよ、10回2桁に乗ったとか言って、その後ワンクール超えたみたいなさ、そんなレベルだ、そんなレベルだったんだよね、最初考えてみたらね。ねえ、いやー、懐かしい。そうそう。こう、コメント、話してる間に。いただいてます。ちなみに話は変わりますが、このルームでこれまでにあったお話含め、うん、印象深いことってお二人にありますか。僕はやはり漆喰王さんの事件が一番印象的です、ね、あれはねあれは確かに漆喰王事件ね。あれは、あのゲストが来なかったという、ゲストが現れなかったというね、ちょっと前代未聞の回があったんですけど、はい、あれ何回目だったかな、何回目でしたっけね、ちょっと順番にたどっていくと分かると思うんだけど、そう、漆喰王をゲストに呼んでいたら彼が来なかったという、それで何があったんだろうって言ったら、なんか親子喧嘩、壮絶な親子喧嘩をして、はい、面白かった。その挙句に携帯電話を放り投げて家を飛び出したというね。捕まらないという。でその時に漆喰王のお友達の皆さんがですね、はい、そう、お助けいただいてくださって、で皆さんでそのフォローをしてくださったというね、もうなんというのかありがたい。全部、しかもこのね、見ず知らずの私のルームに来て、いろいろとお話をしてくださって、ね、もう本当にありがたい回でしたね、あれはね。ある意味おかしかったんだけど、それでもあれ確か2時間近くやってたよね、はい、やりました、やりました。漆喰王についてちょっと詳しくなりました。そうそうそう。出してないのに。あったね、あれはおかしかったな。確かにあれが一番印象に残ってるかもしれないですね。うん、後にも先にも現れなかったゲストっていうのは彼だけだからね。本当に。あ、松山さん、今ならいろいろはっちゃけて言えそうな感じですが、前に出演させていただいた時は昔の話メインで話させていただいてましたとのことです、ね、またちょっとじゃあお話できるようになったらね、うん、ゲストで遊びに来ていただけたらと思います、ね、ぜひぜひ。はい、さあそしてね、はい、何回目だこれ、10、あ、そう、その次15回目がね、はい、大阪を拠点に活動してらっしゃるナレーターの徳田雄介さん、もうここはクラブハウスの中でもね、はい、いろんな活動をされていて、うんうん、ファンの多い方です、
はい、高田さん今日もいた、うん、来ていただいてます、ね、はい、来ていただいてますね、ありがとうございます。ちょっと来週徳田さんと遊ぼうという話でちょっとね盛り上がっておりますんでね、 お楽しみ、いいですね、後でちょっとご紹介しますね。はい、そうそう、徳田さんも意外と早い回だったんだなと思ってね。ですね、うん、そうですよ。いやもう徳田さんはもうね抜群の安定感でね、ファンとね、クラブハウスの中でもファンのたくさんいらっしゃる方です。さあそしてですよ、16回目が、はい、あのメッキ工場の代表取締役の斉藤勲さん、はい、覚えてる？覚えてます。お祭りの神輿を飾る金具でアクセサリーを作るというね、キップというブランドを立ち上げたのをきっかけにっていうか、まあ、それがたまたま私の、目に留まって、はい、でこれかっこいいなと。本当にかっこよかったですよね。本当にそのおみこしの装飾金具を作ってらっしゃる職人さんたちが同じ衣装をモチーフにしてバングルとか、それからリングとかネックレスとかイヤリングとか、もういろんなねアクセサリーを作ってるという。で本物が本物ですからね、言ってみればそのですね、祭り金具の、うん、でまあね聞いたところによると、そのお祭りの神輿のところから落ちた金具っていうのを見つけると、それをね、あの、まあ、神様との片割れというかねみたいにして大事に昔の人はお守りとして持って帰ってね、はい、あのお守りとして扱ったんだっていうお話から、うん、そのそれをアクセサリーにすることを考えたっていうお話から、はい、ね、もうあの 4億を超える借金を抱えた状態で先代から引き継いでどうしたんだっていうところからの、ね、お話がすごく興味深かったんですけれども、うん、で実はこの、 あの斉藤さんをつないでくださったのは、はい、私の、まあ、飲み友達というか、はい、とあるショットバーでね、あの知り合った方でソムリエをしてらっしゃる方なんですけど、はい、この方がね、それ同級生ですって言ってつないでくれたのよ。そうなの。そうだったんですね。うん、私がこのアクセサリーかっこいいなっつって、はい、Facebook と Twitter かなんかに SNS になんかあげたのよ、うんうんうん、これおしゃれだよって。はい、うん、そしたらそれ友達が立ち上げたブランドですって。まさかの。そうそうそう、つなぎましょうかって言うから、あ、ぜひぜひ。すごい。そうなんですよ。そうで、このあとねちょっとその職人さんの手仕事をしているところを見学に行きたいっていうお話をしたんですけれども、はい、ちょっとねコロナの状況が非常に良くなって、うん、それでまあやっぱりね、技で活動されている、生活されている職人の皆さんですから、そうですね、間違いがあっちゃいけないということでね、うん、ちょっと、うん、話は止まってるんですけどね、これまた落ち着いたらぜひそのです、ね、デザイナーの人もそうだし、それ実際にそのアクセサリーを作ってらっしゃるね職人さんのその手仕事をね、うん、見学に行きたいななんていうのはこれ今でも思ってるんですけどね、うん、ああそうそう。さあそしてですよ、はい、17回目は、はい、異業種交流会でね仲良くしてもらってますガーデンプランナーの箱さんに来ていただきました、はい、これも意外と前の方だったんだなと思って。ですね、うん、まだ17回だからね、20回に到達してない。うん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 、箱さん20回過ぎたぐらいかなってちょっと思ってたんですけど、ね、そんなイメージなんだけど意外と早かったんですよね。早かったですね。そうそう、木や花とお話できるって本当ですかっていう話から入ってね。うん、面白かった、ね、なかなか面白かったですよ。はい、ハクさん定期的にこちらのねルームにも来ていただいてて、ね、今も下では、ね、聞いてくださってますけどね、うん、ありがとうございます。面白いです、面白かったよねこの話もね、うん、そう。そしてこの辺りからなんか、はい、あれです、クラブハウスで出会う人に九州の人多いなってことに気がつき始めたの。はい、ねえ、小太郎さんも熊本の方だですね、箱さん鹿児島だし、うん、でその次の週にゲストに来てくださったのが大分でラジオ DJ をやってらっしゃる鍋さん。
うん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 、これまた九州の、ね、九州でこう活躍してらっしゃる方で、なんでこんなに九州が多いんですかね。私の周りに割と多いんだよな、なんか、ね、本当に、うん、だってうちの飾り芝居プロジェクトもさ、九州出身者多いじゃん、なんでか知らないけど。多いですね、ほぼ九州ですもんね。半分以上九州出身でしょ。本当に、なんでだろうね、え、不思議だよね。ねえ、私は今までそんなに九州の人とつながったことないんだよ。あ、そうなんですか。うん、でもクラブハウスでね、クラブハウスで仲良くしてくださってる方、なんか西の方の方、関東よりも関西九州の方が多いのはなんでかね、はい、なんでですかね。逆に東北とか北海道の方とあんまりこう出会うことがないんだけど、なんでかね、不思議だね。あ、ハコさん、すごい、自分でもびっくりしました。長いお付き合いになりますね、とのことです、ね、長いったってまだね1年経つか経たないかぐらいのことですからね。なんかそれ、これ不思議なんだけどさ、ものすごい前からなんか知ってるみたいな、はい、いや、それありますよね、確に落ちるような。なんでだろうね、なんか 2,3 年ぐらいのお付き合いみたいな気持ちに勝手になって、勝手になるよね。そうなのよ。あ、でね、中にはね、あの、はい、宇野直美さん、ほうほう、宇野直美さんは共通の知り合いがいたってことが後で発覚したんですよ。え、そうなんですか。うん、へえ、そうそう、その演出家なんだけどね、若い演出家なんですから、はい、うん、まあ当然舞台のね、人だから直美さんね。そうですね、うん、でまあどっかで知り合ったんでしょう。で私も結構前から知ってて、その、はい、演出家の彼女はね、はい、うん、前から知ってたんで、だからつながっててもおかしくなかったね、もっと前の段階で。ああ、確かに、うん、いや、そりゃそうでしょう、だって演出家を挟んで役者が2人ぶら下がってる形なんだから。そうですよね。うん、だけど出会ったのはクラブハウスっていうね。それも、そう、ゲストに来てもらったずっと後になってから気がついたという。うん、おかしいよね、こういうのね。うんうんうん、ですね。はい、うんうん、で この次がですね、はい、19回目はね、異業種交流会でメインモデレーターをやっていた郷田さん。はい、郷田さん。うん、郷田さんも早かったんですね。そう、意外と早かったんですよ。最近ね、ちょっと郷田さんお忙しいようでね、なかなか異業種交流会の方には顔出せてないんですけど、はい、うん、でもたまにね、リスナーでいたりするからね。ですね。うん、まあきっとお忙しいんでしょう。ヘッドハンティングにあって売れっ子ですから。でもこれもまだ19回目。おお、だから意外と早い。意外と早いですね、確かに。ああ、なんですよ。でこの辺りで6月だからね。なるほど、まだ6月そんな感じの進みなんですね。うん、なんかすごい長いことやってるような錯覚に陥るんだけど。本当に、まだやっと1年ちょっとの話だからね。ですね。大樹さん、九州の方々はクリエイターさんや表現者が多いのでしょうね、うん、とのことです。どうなんですかね。どうなんですかね。まあでも確かにミュージシャンとかね。うん。うん、多いかもしれませんね。そうですね。うん。なるほど。ね。皆さんもしよろしければですね、上に上がって、はい、ぜひぜひご質問とかね、お話に加わっていただいても結構ですよ。ね、はい、今日は私たちが質問に答えるみたいなことでもいいかなと思ったんだけど、いきなりなんか質問してくださいって言ったってね、はい、それは皆さんだってね、何聞いたらいいのよみたいなことになると思うんで、今振り返っているというだけのことでございますんでね、別に今日振り返ることをメインにしようとか、そんなことすら考えてなかったんだけど、本当は。うん、まあでも過去を振り返るぐらいのことでもしてないと間が持たないだろうと思って、
そうです、ね、振り返ってるだけですから別にこれ途中で終わっても全然構わないので皆さんね直に聞きたいことがあったらぜひぜひ、はい、ね、上がってきていただいてお話、質問とかしていただいて結構ですんでねぜひお待ちしております。さあそしてやっと20回目に到達した時に、はい、ゲストでお越しくださったのがオカリナ奏者のミルトさんでした。ミルトさん20回目だったんですね。そう、ミルトさんは CHST 関係で一番最初にゲストに来てくださったのね。はい、そうです。CHST ってまあ時々ねこのルームでもお話出てきますけど、うんうん、クラブハウスライブパフォーマーズストリートというね、クラブがございましてね、このクラブハウスの中に、遠隔ライブセッションリアルタイムで遠隔で、ライブセッションをするという凄腕のミュージシャンたちがこう集まっているクラブがあるんですよ。でも聞いてるだけだとこれ本当みんなバラバラのところで演奏してんのっていうぐらいに素晴らしいパフォーマンスをね皆さん披露してくださるという凄腕ミュージシャンの集団なんですけれども、そこを私がたまたまなん本当にたまたまなんだけど、はい、こう面白そうだなと思ってひょっと入ったのよ、うん、何やってんのかなと思って、そしたらライブセッションしてるって言うんだよねすごいですよね。しかもまだ20回だから、そうだからこの6月ぐらいってさ、実はまだ結構遅延が、クラブハウスも遅延がですよね。その普通、うん、ビデオチャットに比べればいいんだけれども、うん、まだ意外と遅延があって、お芝居をしようと思うと掛け合いがこうギクシャクしちゃうっていうぐらいの遅延の感じだったんだよね、うん、まだですね。そうだから一人語りだったらいいんだけど掛け合いはやりにくいなっていうぐらいの頃だったね。5月かそこらだから知り合ったの、うんうんうん、でその時に、そうその時に音楽を遠隔でライブセッションしてるってなんじゃそりゃと思ったわけで普通にこうなんていうの、今こう私たちがいるさスピーカーステージのところにさ、はい、そのパフォーマーの人たちのアイコンも並んでるわけだよ、うんうんうん、ね、でどう見てもこのクラブハウスの中でセッションしてるように見えるわけ、はい、でも実際に私なんかもいや、ね、その声優仲間とさお芝居やってみて噛み合わないっていうのを体験してるから、うん、芝居でこれだけやりにくいのに音楽できるわけないじゃんって思ってますどうやってやってんだろうって、そうですね、そうだからすぐに、どうやってやってんだろうと思って、はい、そしたらそのなんか曲と曲の間だったかな、そのミルトさんが、ヤマハのシンクルームというもんね、その何て言ったらいいの、サービスを使って、配信してますと、はい、まあ、そこで言ったのはそれだけのことなんだけど、それで私ああなるほどと思って、うん、それシンクルームっていうものの存在自体は私も知ってたんで、はい、あその手があったかと思ったの。うんうんうん、耳わかる、そのどういうことかって実はあんまりよく分かってないんですねヤマハのねシンクルームというシステムはね、はい、通信環境さえ整っていれば、であとはパソコンがあれば、はい、遅延が本当に少ない状態で、はい、オンライン上でセッションできるのよ。だいたい10ミリセックから15ミリセックぐらいの遅延でできるんだよね、うんうんうん、そうすると 3,4 メーターぐらい離れているところの人と演奏してるみたいな感じの距離感だから、もう慣れた人だったらねちゃんと調整ができる。そうですよね、 3,4 メーターだったらちょっと大きいステージ、うん、考えるとそのぐらいですよね。ね、だそのぐらいの距離感の音の遅延しかないっていうシステムなんだよ。だからピアニストが九州にいて、ボーカリストが四国にいて、はい、それで、ベーシストが関東にいてみたいな。はい、でセッションしてるわけ。でエンジニアはなんか近畿にいてみたいな。なんじゃそりゃと思うじゃない。思いますね。でそれでもその、そういう手があったかと。だから誰かが一人中継点になってシンクルームの音をこのクラブハウスの中に流せば、アイコンそのまんまここに置いといて、あたかもここでセッションしてるみたいに見せることができるっていうね。
で終わったらみんな拍手するわけだよ、うん、はい、マイク外して上に上がってる人たちが、うん、はい、うん、あ、でこれをストリートっていうコンセプトでやるのか、すげえこと考えてるなと思って。確かに、うん、その発想がすごいなと思ったのね。うん、で私は初めてそれを聞いた時にもう興奮しまくりでさ、ツイッターになんか3連投ぐらいしたんだよ。うん、ミルトさんっていう人がこういうことを言ってたと、はい、素晴らしかったと、演奏も素晴らしかったんだけど、そのシンクルームを使ってそのね擬似的にストリートにするっていう、でライブパフォーマンスをやっているストリートに見立てるっていう、その発想は自分にはなかったと、はい、で大興奮で書いたらミルトさんがそれ見てくれて、はい、声かけてくれたのね。なるほど。でなんかね、うん、そうそう、もし何か教えられることがあるならって、あの何でも説明しますから聞いてくださいみたいなこと言ってくれて、はい、そう、それからねあの CHSD 通うようになったんだよね。なるほど。あくまでもリスナーとしてね。うん、リスナーとして通ってるうちになんかいつの間にかなんか MC やるようになったりパフォーマンスするようになっちゃって、ね、なんだよ、まあ、毎日昼にランチ食いに行ってたのにいつの間にかなんかエプロンしてまかない食ってるぞ俺みたいな感じになっちゃってさ。例えが、そう、そんな感じのね、あの、はい、CHSD で、まあ、なんでそこのね、あの、まあ、代表として、ミルトさんに最初に来ていただいたのがちょうど20回目でしたね。うん、いやー20回濃ゆいですね。そうそうそう、いやーなるほど。その次がね、はい、人気酒造という福島の酒蔵さんの社長で、はい、湯佐友人さんに来ていただいたんですね。なるほど。湯佐さん純米グラスのお話が面白かった。面白かったですね。面白かったんで、あの純米グラスがさ、あの純米酒を5000円以上買うと3500円相当の純米グラスがおまけでついてくるっていうね。それ計算合わなくないみたいな太っ腹なね企画で。本当に。そう、私もその話をゆささんから伺って、うん、速攻でこの番組終わった後注文しましたからね。早い、さすがですね。そう、純米酒を5000円以上なんてもうすぐだから、純米吟醸だからね、ゆささんところのお酒は全部。そうですね、うん、で、そう、純米グラスのおまけもらい、プレゼントもらいました、それ。あ、でそれとはまた別にゆささんからもお酒とね純米グラスを送っていただいてね。あ、そうだったんです。そう、だからうち純米グラス2つあるのよ。わあ、羨ましい。使わせてあげようか、うち来たら。お、ぜひぜひお願いします。その代わり純米酒持っといてよ。わかりました。いやー、そうそう、でこのゆささんとはね、はい、東日本大震災の時に、うん、実は歌手の石川千秋さんとね、はい、何かこう支援活動ができないかと、うん、話をしててね、で千秋さんも私もお酒好きだから、はい、全部っていうとね、まあ手が回らないから、じゃあ酒蔵さんの支援という切り口で何かできないかっていうんで取材を始めたのね。うん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 、でその時にまあ仕事関係でちょっと縁のあった酒蔵さん何件か紹介していただいた中の、お一人だったんですよ、ゆささんはね。なるほど、そういうつながりあったんですね。うん、そうで結局そのまあ支援活動はねちょっとうまく形に乗せることができなかったんだけれども、はい、その後ゆささんには語り芝居のね会場となる、場所のこうつなぎ役になっていただいたりとかね、うんうん、非常にお世話になって、うん、こだわりの酒蔵さんです、人気酒造さん、ね、人気一というブランドでねお酒出してますけどね、うんうん、日本酒好きの方はぜひぜひチェックしていただきたいという感じで、ぜひぜひ、ね、あ、やすしさん移動中ゆえ入ったり抜けたりですってことです。移動中大丈夫です、気をつけてくださいね、やすしさんね。ありがとうございます。やすしさんなんか始終移動してる感じなんで、でその次の週に来たのが今のそのやすしさんだったんです、はい、おー、ちょうどタイムリーですね。タイムリー22回目ね、そのゆささんの次がやすしさんだったんですね。なるほど。やすしさんはコマーシャルフォトグラファーというお仕事をされている、はい、まあいろんなね、あのきっと皆さんもねどっかで、
やすしさんの作品見てるんじゃないかなというぐらいにご活躍の方ですけれども、うん、でこのねやすしさんのね言ったら俺は光と話ができるっていうね、ハコさんが、そうそう、これもあのハコさんが木や花と話ができるって言ったら、やすしさんは俺は光と話ができるって張り合ってんのかって、そう、話できる人がねまた現れたという、ね、そうです。まあやすしさんもハコさんもあの異業種交流会でね お世話になってる方ですけどね、はい、うん、そうそう、この時もねやっぱ表現とは何ぞやみたいなね話になって、いや面白かったですね、お話で、うん、はい、そうそうそう、でその次がね、はい、23回目が漫画家のアホスタさんに来ていただいた。アホスタさんその次だったんですね。そう、なるほど、意外とねこれが夏の暑い盛りでしたねもうこの辺はあの7月の中頃で、はい、うん、またアホスタさんのその遍歴が凄まじかったよね。良かったですね、うん、原稿料を上げてもらうために可愛い服着てね、そうされて出版社の床を転げ回ったっていうあの事件の話はめちゃくちゃおかしかったですね。本当に面白かった、うん、そうそう、うんうん、美術大学をお出になって漫画家の方にねイラストレーターや漫画家としてご活躍というですね、いやもうそのお仕事の話以上にその遍歴の話がインパクト強すぎてねご本人のもうキャラクターもすごかったですもんね。そうそう、もうなかなか濃くて面白かったですよ、はい、でその次の週が、はい、今度は固いところで24回はこれは河合和彦さん、はい、あ、河合さん24回目そうだったんですよ。アホスターさんの後だったからね、もうまるっきりこの方向の違う感じですごい、ね、もう河合さんはもう和彦さんはもういろんなねあのキャリアをお持ちでもう語り尽くせないという感じだったんですけども、はい、うん、なかなかこれ面白かったですよね。これもね面白かったですね。ちょっと、うん、経歴がすごすぎて終わるのかなみたいなどこに向かって話進めたらいいのかちょっと予測できないんですけどみたいな感じのね、あと2時間ぐらいいるんじゃないかって感じ、ね、そうそう、下手すと朝まで行ってもまだ終わんねんじゃないかみたいなね、うん、感じでしたけどね。そうで、その次が、はい、そのねすごい経歴の和彦さんの後が漆喰用事件だったんですよ、はいこれを考えて盛り挟まってくるわけですね。そうそうそう、こういう流れだったんだな今考えると思うとおかしいよね。面白いな。25回目がその漆喰用事件だったんですねなるほど、25回、キリがいいですね。ね、そうそういや伝説の漆喰用事件は25回でした。本当にいやでもやっぱり温かいなと、人の温かさを痛感する回でしたね、うん、そうそう。そして、はい、次26回目ちょうど、はい、2クール目の最後というね、まあ、ここで2クール終わりましたというところで、ゲストにお越しいただいたのが脚本家の今井雅子さん。膝枕という作品がね今クラブハウスの中で大変に人気で、今でも毎日誰かしらが語り継いでいるというね、すごいですね相変わらず、そう、先日300日記念ということだったそうですよ。はい、私ちょっとねその日一日外に出てて、はい、イベントごとにはちょっと絡めなかったんですけれどもね、はい、うん、ついに300日途切れることなく誰かしらが何かしらの関連作品を語っているという膝枕の、原作者である今井雅子さんがちょうど2クール目の鳥という、すごい、うん、なるほど、そうそう、うん、すごいですよですね、うん、本当に
結構膝枕関連のゲストの方もいっぱいお越しいただきましたもんね。そうですね、まあ、いっぱいってほどの場合でもないけど印象が強くて、そうそう、まあ、関係している方はね何人か、徳田さんもそうですしね、うん、はい、その後に、出てくださった小葉さんなんかもそうですし、はい、うん、だったんですね、うんうんうん、そう、この時だったっけかな、ちょっと私も膝枕語ったような気がする。はい、なんかこの前後とかでも語られてましたし、この前後この後でなんか語ったんだよね、あとマンタムさんともちょっとね、お話作ってたのでですね、うん、そうで、その後ですね、27回目は再びマンタムさんに登場いただきました。はい、夜の海に沈む犬というね、まあ、これみゆみともね一緒に稽古してたんだけれども、結局、ね、世の中のその感染状況がねあまりにも良くないということで、うん、うん、直前になってね中止を余儀なくされた、まあ、残念な公演なんですけど、これまだね作品自体がなくなったわけではないので、はい、またね落ち着いたらどこかで仕切り直してやりたいなと思ってる幻想的なね作品なんですけれども、うんうんうん、それを直前企画ということでやろうかということでね、はい、まあ結局公演自体はできなかったんですけれども、うんうん、あでもこの時期だったんですね。そうそうそう、うん、この時期だったんだ。いや考えてみれば、ほら暑い盛りに稽古してたじゃないさ。出ましたね、そういえば、ね、うん、で語る場所にはさエアコンの風が届かないみたいなことどうしようかとかって言ってたんだけどまあ結局ねいろいろ準備はしたんですけどできませんでしたけどね、うん、そんなこんなのところが、27回目、うんうん、なるほど。 そう、そしてねその次の週また今井雅子さんにゲストでお越しいただいて、はい、そうだそうだそうだ、これマンタムさんのその公演作品をやれなくなったので、あ、そうだ、そうだそうだ思い出した、やれなくなったので代わりに膝枕語りますって言ってまた今井雅子さんにお越しいただいたの、うん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 、そうだそうだ思い出しました。本当だったらこれ8月のね17日なんだけど、この17日のと火曜日のあたりはちょうど公演期間中になるはずだったんだよね。ですね、なので中止です。で、ミミにはねあの時音響のオペレーターシステムオペレーターを頼んでたから、はい、うん、2人していなくなっちゃうからさすがにこれはできないだろうと思ってお休みするつもりだったんだけれども公演自体がちょっとできなくなっちゃったから、じゃあ代わりに膝枕語りましょうかっていう感じで今井雅子さんもねお時間ありますよって言ってくださったんでお越しいただいて膝枕を語ったっていうのが、28回目でした。いいですね、うん、いや懐かしい。暑い夏だったからね。暑い夏でしたね。あ、いや、あの作品はまたちょっとやりたいよね、ちゃんとね。いや本当にあの作品はぜひぜひ皆様にも聞いていただきたいですし、幻想的な話でね、うん、大好きです、私あの話、久しぶりにね語り芝居スタイルでできるかなと思ったんだけど、うん、まあ、また世の中が落ち着いたらですね、ね、そうマンタムさんの作品の前でねやりたいですよ。はい、はい、さあそして、はい、その次の週29回目は、ドラマーであり書家でもある吉川段さん。段さんここだったんですね。ここだったんですよ。 CHST の仲間でもある吉川段さん、はい、ね、神戸出身でね関西系のノリの非常に楽しい方です。はい、面白かったです、ね、はい、なるほど、うん、そうだ、ダンさんはこの辺りだったんだね。まだ暑いですね。そうで、これがね、これがまあご縁になって、はい、後日私ダンさんのねパーソナリティ務める、兵庫の FM 局の番組に2週にわたってゲストで呼んでいただいて、あ、そういえばそうでしたね、やられてましたね、うん、そうそうそう、江戸川乱歩語った膝枕と江戸川乱歩語ったのかな
そうそうそう。なるほど。でこのあたりからね、ちょっとあの CHST 関係のミュージシャンの方が続くのよ。はい、ダンさんの後は、ね、はい、うん、何回目だこれ。30回目。そう、ちょうど切り板の30回目が、ボーカリストでフルーティストの菅良子さんに来ていただきました。良子さんのね、その、若い頃に撮った音源っていうのをちょっと公開していただいて、うん、うん、あれ素敵なんで、アルバム完成したのかな、そういえば。どうなんですかね。ねえ、あれ、CD 欲しいでしたね、あれ。ね、そうそう、涼子さんここだ、この辺30回目でしたね、この辺りは結構ミュージシャンの方が、ミュージシャンの方にね、あの続きましたね、続けて来ていただいて、で、うん、涼子さんの後がピアニストの越山真美子さんだったんですよ、はい、うん、もう真美子さん今あのオンラインでね、はい、配信ライブをすごくやってらっしゃるんだけど、はい、一人でピアノ弾いてるんだけど、ものすごい楽しそうなの。うん、そうで、あのこれ後日ね、あの、はい、マミコさんからは、あのもうピアノ弾くの好きで好きでしょうがない感じですよねって私から言われて初めて、はい、あ、そうなんだ、やっぱ私そうなんだみたいな、そんな気づきがそうそうそうとあったという話を、聞いて、そ、今まで気づいてなかったんですかって、逆にあれだけ弾いててみたいな。おかしい、ね、いや本当ね、まみこさんは面白い方でしたね。ですね、うん、いや、そう、ミュージシャンの方がいらっしゃると、うん、もうがっつり曲がいっぱい聴けるので、そうそう、楽しいんですよね。ね、面白かったですよ、うん、はい、なんかちょうどその頃あれですよね、クラブハウスに、うん、その音響の切り替えがついた時期じゃないですか。あ、そうだね、音の切り替えが、そうそう、ステレオモードで配信できるようになったのかな、ね、この辺りでね、この辺りで、うん、そうだ、どんどん、まあ、今もね、あのステレオで放送、うん、送信してますけど、あ、ステレオか、はい、今ちょっと待って、私ステレオモードにしてないよ今日考えてみたら。あら、まあ今日は大した話してるわけじゃないから、ステレオモードじゃなくても ね全然構わないんですけど、はい、うん、ラブハウスも進化して生きてるんですね。え、ちょっとステレオにしてみる、音変わるかどうか聞いてみようか、ちょっと一瞬切れちゃうかもしれないけど、ご勘弁ください、はい、皆さん、今切り替えたんだけど、あんま変わんないね。あ、でもちょっと広がった感じする、聞こえが変わった気がします、うん、はいはい。さあ、じゃあちょっとさ、あの30回の切りのところ行ったから、ちょっとここであの途中からね聞いてくださってる方もいらっしゃるかもしれないから、あの、はい、ルームの説明を、うん、はい、お願いできますか、みゆみ。はい、当極楽研究所は楽しい、楽しむを極めるということをテーマに、さまざまなルームを立ち上げております。毎週火曜日は石野隆三が面白い、すごいと思った方をゲストにお迎えして、お話を伺いながら、この楽しい、楽しむを極めるためのヒントを共有しようというルームなんですが、本日はちょっとゲストの方がいらっしゃらないので、今までのことを振り返りつつ、まあ、なんか我々にね、ご質問、石野とかにご質問があれば質問していただくというようなルーム、本日そういうルームでございます。もし気に入っていただけましたなら、ぜひぜひメンバーになっていただけると嬉しいです。メンバーになっていただいた方ですね、石野もフォロー返しますので、相互フォローになっていないという方は、石野の方にバックチャンネル、石野さんのマークから直接コメントを送りいただければと思います。またですね、石野と相互フォローになっていただいた方で、プロフィールのどこかに漢字二文字で極楽と入れていただいた方には、イベントが始まった時にピンでお知らせをいたします。相互フォローでないとね、ピンが飛ばせないのでご注意ください。そしてですね、皆様のお友達で当研究所に興味を持ってくるそうだなという方いらっしゃいましたら、画面下の四角に上矢印のマークですね、ここのクラブハウスとか
いろいろ皆さんシェアしていただければと思います。ピンボタンとかシェアボタンとかでですね、情報拡散していただければ幸いです。また今ウェブブラウザだけでもクラブハウス登録してない方でも聞けるようになっているので、クラブハウス登録してないお友達にもぜひぜひおすすめしていただければと思います。また毎回質問コーナーを設けているんですが、途中で聞きたいことがあったり、喋るのはちょっと恥ずかしいなという方はチャットボタンで、今もねコメントたくさん寄せていただいてありがとうございます。ぜひぜひコメントいただければ幸いです。はいはい、ありがとう。じゃあここでちょっと CM です。今日もお疲れ様です。うちに帰ってお酒と音楽なんてどうですか。ジャズと共にある時間、ライブジャズストリーミング。お風呂の後にアイスを食べ食べ、裸踊りをしてみたら、お腹が痛い、お腹が痛い、そんな時にはポンピリン、痛い時にはポンピリン。おたすけシーン。今皆さんね、たくさんチャットに書き込んでいただきましてね、本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。来なかったやつが一番インパクト強いっていうのは何なんだみたいなコメントがおかしすぎる。そうそう、言われた後に安井さんにプロフィール写真撮ってもらう日が来るのを楽しみにしてるって、それいいなと思って。そう、私あんまり写真撮られるの得意じゃなくて、で今までお仕事でね、はい、こうご一緒したカメラマンさんたくさんいらっしゃるんですけど、撮っていただいた方ね、いっぱいいらっしゃるんですけど、その中でお一人だけ、はい、女性のカメラマンなんですけど、すっごく楽に撮影が進む方がいらして、なんだろうって、はい、特別なことないかやってるとかそんな感じ全然ないんだけど、なんかすっごく楽なの、その方に撮ってもらうと。何なんですかね、相性とかですかね、みたいなのがあるんだろうね。こっちに苦手意識があるから余計にそういうの感じちゃうのかもしれないんだけど、でそういうのって意外とあったりするんで、きっと安さんに撮ってもらったらね、気楽に撮れるんじゃないかって今ふと思った。確かに いいですね。そうだそうだ。さあ、そんな CHST の仲間がね、今度はまた続くんですが、32回目、はい、32回目はですね、その同じ異業種交流会か、異業種交流会の、一緒にこうねお部屋回している、神戸さん、神戸壮太さんに来ていただきました。中小企業診断士というお仕事をされてるんですが、まあ簡単に説明するなら社長の茶飲み友達みたいな大変な方で、郷田さんともともとはお仕事同僚だったという、で全くね、そのゲーム業界とは違うところで今ご活躍という。最近神戸さんは大学院に通い始めるのかな、これからだそうでね、なかなかすごい方でしたね、神戸さんも。ですね。いやー、もうここまでの皆さんが濃ゆいですね。っていうかもう全どなたも、そうそう、面白い話ばっかりだったので、全員印象に残ってます。面白かったよね、このね、神戸さんの話もね。ですね。まあやっぱりその人様のね、その企業さんのその、はい、うまくいってないところをこうどうやって立て直したらいいんだろうみたいなことってね、なかなかこう本人は元よりね、こうやっぱり周りで見ていてもどこをどうしたらいいんだかって
簡単にわからないじゃない普通は、ね、うん、そうですね、そういうところをちゃんとこう的確に指示をして立て直すことのお手伝いをするっていうのはすごいことだなと思ってね、うん、か芝居だったらなんとかなるんだけどねもうちょっとこういうふうにしたらもうちょっとまともに芝居できるようになるんじゃないみたいな話はね、だったら私もできるんだけど、こと商売の話になると全然ダメだね役者ってね、はい、まあまあまあ、さあそしてですよ、ないですね、うん、はい、その次33回目のゲストにお越しいただいたのは、私立、私立小学校の、うん、ね、先生をしてらっしゃる、萩原和明さん、萩原先生のお話も面白かったですね、はい、ちょっと次にね、あの朝の早い、萩原さん朝が早いということで、ちょっと早めにね、はい、ちょっと早めにあの終わりましたけれどもですね、そのね小学生のね生徒さんたちから教えられることのね多さみたいなお話、これはね、うん、今でも時々ね、あの異業種交流会の方でね、あのお話のネタが、はい、できると、あの、お話聞かせてくださるんですけどね。小学生すごいなと。うんうん、っていうか、そういう小学生のその凄さを引き出してるのはきっとね、萩原先生なんだろうなっていう感じがするんですけどね。うん、確かに。いや、ほんと面白い。子供って侮れないよな。面白かったと同時にちょっと懐かしい気持ちにもなりました、この回は自分の小学校の頃思い出して、まあ三海はまだ思い出せるよな、私なんかもう思い出そうと思ってもよく思い出せないみたいな、だいたい小学校の頃なんてろくな思い出ないからね、学校嫌いで嫌いでしょうがなかったからね、逆にあの萩原さんみたいな先生がいたらちょっと違ったのかなとか思ったりするんだけど、うん、どうなんですかね、ね、うんうん、いやまたちょっとねお話を聞きたいなと思ったりしますよね、はい、ね、さあそして、うん、34回目にゲストでお越しいただいたのは、これは CHST の仲間で、はい、ドラマーの海老沢浩二さん、浩二、うん、さんはあの、ね、先ほどお聞きいただいた、ライブジャズストリーミングの CM をわざわざご自身のご出演に合わせて作ってくださったというね、はい、ゆうすけさんからもコメントいただいてるんですが、この CM もすっかり慣れ親しみましたね、はい、ね、いただいておりますですね、あのライブジャズストリーミングというのはあの本当に活動しているジャズトリオの、ね、名前です。今もうユニット名として定着しておりましてね、はい、月1回、rlive.net というところをベースにして、遠隔ライブで、ライブ配信をしておりますけれどもね、そのまあ CM としてわざわざご自身の出演に合わせて自分で CM 持ってくる人って初めてだよ本当に、ね、でまたこれがよくできてるんですよ、いやーこの CM 大好きです、雰囲気あっていいよ、ね、毎回お酒飲みたくなっちゃう、ね、本当いい雰囲気だよねでもね、あのこれ後で聞いた話なんですけど、浩二さんあのカランカランっていうグラスの音、はい、あれ気に入ってないんだって、はい、あれはソフトドリンクの氷の音だから違うっていう、わかる、はいはいはい、お酒だからね、はい、もっとドライな氷の音じゃないとっていうことですよねって言ったら、そうですそうですって言ってね、盛り上がったんですよ実は、なるほどいいですね、さすがこだわりの人だなっていうね、そう、語りをやるときにあのよく浩二さんがね、あの効果音をパーカッションでつけてくださるっていうことがあったんですね、はい、でその時のその音の選び方だとか、はいはいはい、入れ方だとか、うん、そうね、絶妙なんですよ、うんうん、もちろんパーカッションだからね、リアルな音ではないんだけど、そうですね、いい感じにね、その音に対するこだわりっていう、その音程がないじゃないパーカッションだから、そうですね、そうするとやっぱりその音の質みたいなところにものすごいフォーカスしてるっていうのがいろいろ面白かったですよね、うん、いやいいな、はい、さあそしてですよ、その次は、
はい、フリーライターで脚本家演出家の市川大我さん。うん、なるほど、うん、もうなんか市川さんこのあたりだったんですね。ものすごいなんかいろいろとこう準備をしてきてくださった感じがね、恐縮しましたけどね。本当に、そうそう、まあいろいろな不条理がありましてっていう話をね聞かせてくださった、まあね、ライターとしてのね経験の長いその中で、はい、なんと、うん、お坊ちゃまでいらしたというね市川さんね。ですね。はい。市川さんもまた面白い経歴の話でしたね。ね、変わった経歴の方やっぱ多いですよね。うん。全然畑違いのところからっていう。うんうん。うん、これが35回目。そしてそして。うんうん。はい。スリークール目の最後になっ、あ、最後じゃないか、まだ。36回目はですね。36回目は初めて海外のお客様という。はい、覚えてる？あきらちゃんさん。はい、覚えてます。将来日本語で、日本で ね、日本語の声優になりたいっていう。うん、でも今は台湾でアニソンシンガーしてますみたいなね。なんかちょっとこの時はちょっと緊張気味だった感じなんですけど、非常に ね、明るい朗らかな方でね。うん、今台湾はもう勉強とかが戻ってきてるそうですね。おお、うん、そうなんですね。もう普通にイベントやってるみたいですよ。あ、台湾優秀だものだって。いい、ね、うん、確かに。ちゃんとコントロールしてるからね。うん。そう。あ、市川さんありがとうございます。話題にしていただき恐縮でした。遊びに来ていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございます。ねえ、またこのちゃんさん、ちょっと最近しばらくね、お話ししてないんでね。そうそう、多分イベント後とかで忙しいんで、あんまりクラブハウス来てないんじゃないかな。忙しいのはいいことですね。台湾みたいに早く日本もな、ね、ちゃんとこう回るようにしてほしいですよね。うん、まあ、まだマスクをね、している人とかもいっぱいいるみたいですけど、でもイベントとかは普通にできてるみたいですよ。うんうんうん。いや、いいですね。さあ、そして、その次の週がですね、はい、これまた海外から、ジョアナさん。うん。ジョアナさん、ね、博士士であり、この時はまだ冒険作家、カッコ仮という。はい。ジョアナさんはこの時、どこにいたんだっけかな、アリゾナかなんかにでしたっけかな。ですね。ね、その時、うん、そう、時差のあるところね、お仕事の前に短い時間でしたけど、うん、お話ししてくださって。ですね。うん、ありがたかった。そうそう、で一銭もない状態からね、ホームレスの女子大生状態で3000キロの川下りをするという、それを体験にして出版をする予定だという。うん、お話でした、この時はね。すごい。ああ、博士士っていう仕事になんかこう惹かれたっていうそのいきさつも面白かったんだけど、ですね、ホームレスになっちゃって、うん、やることないからカヤックで3000キロの川下りしたっていう、その発想とバイタリティはすごいな。本当に。ああ、でその時のね、体験を本にしたものをクラウドファンディングかなんかでね、本にして、はい、でそれまた出版される直前だというタイミングで来ていただいた。今ね、ヨーロッパの川下りしてるんじゃないかな、ね、そうですね、下に出ると思います、うんうん、いやーすごい行動力が面白かったですよね、ジョアナさんもね、面白かったです、ジョアナさんも、さあそして、はい、その次の週、あ、そう、その次の週は、ゲストの方をお招きしていたんですが、はい、クラブハウスが落ちちゃって、はい、あ、できなかった。この時でしたか。はい、はい。で、改めて仕切り直させてくださいということで、この時は慌てましたね。はい、ですね。10月26日の火曜日。ね、なるほど、何分前だったかな、
か結構ギリギリでしたよね。そう、結構ギリでゲストの方に教えていただいたんです。クラブハウス落ちてるっぽいですよってマジですか。でアクセスしてみたらやっぱり繋がらない。で挙動がおかしくなっちゃってて、でいろいろ情報当たったらやっぱり落ちてると。はい、うん、これダメだなと。でその時にまず最悪のパターンは中止、うん、でも途中で復旧する可能性があるでしょ。だからもし復旧するとしたら、どの時点で復旧したらゴーサインを出すかというタイムリミットを決めなきゃいけないと、はい、ってことを考えて30分までは待とうと。それを超えて復旧した場合はもうしょうがない、仕切り直しだと、うん、でもういろんなパターンを考えてね、瞬時にね。で告知も打ってすぐに、うん、はい、っていうことでバタバタして結局できなかったんですよ。ですね、うん、こんなこともあるんだな、やっぱりやってるやなって思ったけど、うん、でもまあね、あの逆に言うとスポンサーがついてるわけでもないから、まあまあまあ、ね、そんなにあの深刻にならずに済んだというちょっとゲストの方にはね時間を割いていただいたのにねあのお越しいただけなくてお話伺えなくて残念で申し訳ないことになっちゃったんですけどね、うんですね。さあそしてです、その翌週、はい、これが第38回目になるんですけれど、はい、先ほどのジョアナさん、ついに11月1日に出版になりまして、ね、で、出版記念というか、はい冒険作家カッコ仮のカッコ仮が外れた状態でこの回はお越しいただいたというね、はい、ありがたい、ね、こんな連続で結構近いスパンで2回も。そうそう、でもあのせっかくね、翌日だから出版された日の、うん、そうですね、これはもうぜひ来ていただいて本の宣伝していただきましょうよってことでもってね、あまた心よくで、前回がまたほら短めだったじゃない、お仕事の前でね。確かに、だから2回やって1回分ぐらいの長さになるからいいんじゃないですかみたいなこともありつつね、来ていただきました、はい、そうですね。さあそして、その次の回39回目ですけど、このさっき中止になってしまった回のゲスト、はい、五木しおんさんがこの時ようやくお越しいただけたという、はい、はい、翻訳家でマネージャー業もやっていらっしゃるね、というしおんさんです。 CHST のね仲間として、私も普段お世話になっておりますけれどもね、うん、もう本当に朗らかな方で笑い始めると止まらないみたいなですね、うん、確かあれでしたよね、あの笑い袋っていうのがタイトルに入ってた気が、あだなされるぐらいにもう笑い始めると止まらないのっていうねそうそう、しおんさんのいるとこはいつも笑いにあふれてるみたいな感じでね、この回も楽しかったですね、うん、楽しかったですね、うん、いや毎回笑いが絶えないですよね。そうそう、ね、皆さんやっぱりすごいんだけど、すごいとかひどいとかいろいろあるんだけどそれをさらっとねお話しされるんで、いやいや本当はそれ大変だったんでしょうみたいなこともね、うん、なんかそうじゃないみたいな、普通に楽しく聞けちゃうんだけどねですね。はい、そして、その次もまたですね、はい、CHST に関係 してますけれども、ライブエンジニアとしてご活躍の橋本俊邦さんに来ていただきました。そう、和歌山を拠点に、うん、全国の音を紡いでいるというね、凄腕のエンジニア、サウンドエンジニアの方ですね。橋本さんはここだったんですね。そうなのよ。もうちょっと早いイメージです。第40回目だから、これが4クール目の最初だよね。そう、しおんさんが39回目で、それが3クールの最終回。で、40回目、4クール目の第1回目が橋本さんだったんだね。もうマニアックな話になっちゃいますけど、大丈夫ですか大丈夫ですかってものすごい気にしていただいてね。いや、いいです、いいです。マニアックな話が聞きたいんですからとか言って。ですね。面白かったですね。そう。いや橋本さんは本当すごい方でね、うん、
うん、なんと言ったらいいんだろうな、その、はい、こう遠隔セッションをね、いや、まあ、その形にしていく過程でものすごく貢献された方で、はい、うんうん、その距離感を感じさせないその環境を整えるであるとか、バランスを整えるであるとか、そういうことをね、いろいろご尽力された方でね、それがいろんなところが礎になって今 CHS であるわけですけど、もうその音に対するこだわりとかが、もうね、機材をいじってたら楽しくてしょうがないんじゃないかっていう感じのねお話がいろいろあって、この回もね、面白かったですね、この回も、うん、さあ、そしてです、その次、はい、ここら辺がちょっとなんか一周ゲストが見つからないみたいな話になったんで時にまた郷田さんが助けてくださったんですね、はい、いやありがたいですね、郷田さんね、ゲームプロデューサーとして、でこの時はね、ブロガーとしてもノートっていうブログサービスあるじゃないですか、そのブロガーとしてもね、はい、結構ちょっとこう目立つ存在になってきたんで、その辺のお話とかもちょっと伺ったというね回でしたね、うんうん、面白かったですね、うん、そうそう、ちょうどこの辺りっていうのは郷田さんヘッドハンティングにあってそう、会社移籍された割と直後ぐらいだったんじゃないかな、確かに、うん、お忙しくて、その後もね、なんかお忙しそうですけれどもね、ですね、うん、そんな、そうそう、そんなことありましたね、懐かしいですね、本当この助けていただいた回でした、この回は本当にありがたい、はい、そしてそして、はい、先ほどねライブジャズストリーミングというユニットがありますよという海老沢浩二さんのね回のところで、ご紹介しましたけれども、そのメンバーの一人でもあるベーシストの川本雄二さんがその次第42回のゲストとして遊びに来てくださいました、なるほど、いやー、ゆうじさんはね、またこの方もなかなかすごいベーシストで、うん、ですね、ニックネームとね共演されてますけれども、うん、うん、山の話がね、山大好きなんだけどご本人はやっぱりミュージシャンとしてのね側面を求められることが多いっていうことで、いや、だったらうち来て山の話しませんかっていう、ね、誘いを してそれで山の話を存分に語っていただいたというねちょっとこれはこれでレア回でしたね、面白かったです、もともとそんなに山登りをしてたわけじゃないんだけど、なんかね、突如目覚めて、うん、キャリアはまだそんなにないんですよとか言いながらも、えらい勢いで山登りしてますよね、ゆうじさん。そうそう。で、またその写真がね、素敵な写真がたくさんあってね。ですね。これこういうところはちょっとね、これですよって、まあでもピンドリンクに貼ってみ見てもらったんだったかな。インスタとかにね写真確か確か見ていただいたような気がします、はい、いやーそんなこんなでしたね、さてさて、その次がその次はちょっと一週お休みをいただいて、この日はねちょっと、はい、その次の週は私が仕事でちょっと都合がつかなかったので一週お休みをいただいて12月の14日はですね、第43回は作詞家の有森里美さんに来ていただきましたね。うん、有森さん。うん、ねえ、もう作詞家としては大変にご活躍の方で。で、西城秀樹さんとのエピソードとかね、たくさん。はい、それから面白かったです。名古屋のなんだっけ、イメージソングの話とかね、いろいろ面白かったですよね。あれまだたまに聞きます私。キャッチーな曲ね。うん、はい、そうそう、そんなが43回目でした。はい。
で、その次が、そう、その次がですね、はい、あれです、今井雅子さんの膝枕をこう、はいはいはい、延々と語り、一人で、語り続けているという、小葉勝也さん、はい、徳田さんの後輩にあたる、同じ事務所の後輩にあたる、関西で大阪でご活躍のナレーターですけれども、ナレーターさんですけども、小葉勝也さんに、来ていただいたんですね。なるほど、小葉さん、この時だったんですね。もうクレームをね、だいぶこう、押し詰まってきた頃。うん、もうなんでそれ千日解放業者かみたいな感じのね一人でね、その膝枕関連の話を毎日語り続けてると、今もまだ続いてると思いますけれど、うん、すごいなとですね、うん、本当に本当謙虚な方でね、本当とっても優しい方でした、ね、なんか皆さんに愛されているなって感じのね、回でしたよね、これね、ですね、うん、さあここまでで2021年の極楽研究所は、これが最後だったのかな。おお、だいぶ振り返ってきましたね。44回やったんだね、去年でね。こういう一年でした、はい、うん、そして明けて、今年明けて、2022年に入って一番最初は1月11日でしたけれども、この最初はですね、うん、また CHST の中で、はい、その先ほどのライブジャズストリーミングというユニットのピアニストである佐久間優子さんに、で佐久間さん、優子さんは生演奏を披露してくださったんですよね、初めて。いや本当にそう素敵でした、生演奏ね。え、夜中にピアノ弾ける環境があるっていうだけですごいと思うんだけど確かに優子さんグランドピアノをねお持ちで、その普通はねエレピだったりするんですけど、はい、いいですよね。ね、初めてですよ、ライブ演奏をしてくださったゲストの方は。ね、ミュージシャンの方、ね、たくさん、ね、ゲストでお越しいただきましたけれども、皆さん、音源を、ね、流す形だったんですけど、うん、佐久間優子さんは、リアルタイムで弾いてくださいましたね。ですね。いやー、生演奏、本当に良かったです、ね。贅沢だったよね、これね。うんですね、贅沢の時間でしたね。はい、あ、コメントもちょこちょこ増えております、ありがとうございます、小葉さんお世話になりました、今日で215日目です。すげー、215日200日をサクッと超えてるわけですね。ですね、途中体調不良の時は約1週間ダイソーということで助けていただきました。 なるほど、そんなこともあったんだね。お体は大事にしてくださいね、皆さんね、大事にしてください。和田さんに回も出させていただきありがとうございました。と助けていただきましたから、はい、ありがとうございます、楽しかったです。あと有森さん、こんばんは、久々に覗かせていただきました、桜満開ということで満開ですね、ありがとうございます、ありがとうございます。さあさあ、そしてそして、その次の週は、はい、CHST の仲間ではあるんですけれども、タップダンサーというにはちょっと収まりきらない、まあパフォーマーと言ってくださいと言われたチャルさん。チャルさん、はい、面白かったです。チャルさんも、そうそう、チャルさんのタップダンスって独特のリズムだなと思っていて、うん、でしたね。私去年のその暮れ、ちょうど火曜日だったんで、はい、極楽研究所お休みいただいてね、チャルさんのパフォーマンスを見に行ったんですよ。で、言われてましたね。そうそう、でチャルさん、もともとは鍵盤弾きだったので鍵盤楽器はね、はい、弾ける人なんですけど、それと並行してダンスをやっていて、
でだんだんそのタップダンスの要素がコンテンポラリーダンスがベースなんだっていうことがね、ライブパフォーマンス見て分かって、だから独特のリズムなんだなっていうのがね、分かって非常に興味深かったですね。ですね、感性独特な感じの方でした。本当にチャルさんのお話もまた、お話とか経歴とかも面白かったですよね。ですね。いやー、そのなんだろう、こう、はい、タップダンス、まあね、そのリズムをこう刻むわけじゃないですか。で、はい、そのアクセントの位置がね、チャルさんのタップダンスってちょっと違うんだよね。うん、おー、なるほど。うん、ベースがコンテンポラリーダンスだから、普通のタップダンスの音楽的な感じのタップダンスのリズムとちょっとアクセントの位置が違うんだよね。だから独特な雰囲気になるんだなっていうのが、生で聞いて、生で見て聞いて分かったという。なるほど、うん、面白いですね。いや、生で見に行きたいな。なんかね、またあの、うん、ご一緒できる機会がないかなとかって思うんですけどね。そうですね。はい、そしてその次、その次の週はですね、はい、中村天平さん、コンポーザーピアニストの中村天平さんにお越しいただきました。はい、天平さん。いや、もう天平さんのそのキャリアってのがね、これもまた強烈でしたよね。ですね。高校までヤンキー学校だったと、高校がヤンキー学校だったっていう話とかね。うん、それから、ある日突然人生観が変わったっていう話とかね。うん、そう。で、その、ピア、音大行くまで、土方やってたみたいな。ね、解体業者にやってた。ですよね、もう、経歴が。どうするとそういう人生の転換をするんだ、人間はっていう。ね、不思議な話で、面白かったですね。でまた天平さんのそのワイルドな経歴からは想像できない繊細なピアノを弾く方でね、力強くもあり繊細でもあるというね。ですね、本当にね、すごい演奏をされる方ですけど、そのキャリアはそんなだったんですか、うん、みたいな話がいっぱい出てきて、これ面白かったですよね。だね、うん、ですね、うん、はい、なるほど。 そしてその次、まあ、この辺り来るとね、はい、だいぶこう近い感じになってくるよね。もう次は2月に入ります。天平さんあたりでだいぶ近い感じになってます。もうここは2月に入りまして、恐竜のお兄さん、はい、ヒロくんさん。はい、はい、ヒロくんさん、今日も来ていただいてます、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、大好きな恐竜に関わる仕事をこう追い求めていたら、なんかタレントになってしまったみたいな面白い話でした。はい、このね、ゲストで来ていただいた時は、はい、もうすでになんか収録した映像素材があって YouTube で公開待ちみたいな状態だったらしい、うん、ですね。確かそういう話でしたけれども、今はその、はい、公開がもう始まっておりましてね、うん、そうそう、見られるようになっているということで、ぜひぜひ皆様、恐竜好きの方はぜひというお話でした、はい、ご覧いただければと。はい、そしてその次が、はい、49回目。49回目は、うんうん、漫画家であり漫画原作者でもあり、それからいろいろな企画屋さんとしてもご活躍の、真崎春夢先生にお越しいただきましたね。真崎先生、そう、いや本当にこのあたりだともうつい最近な感じがするよね。最近な感じが。でもね、また真崎先生は私の語り芝居の常連さんでもいらっしゃいましてね。うん、はい、ありがたいです ね。いつもグループで来てくださるんですけど、うん、はい、お仕事仲間のね、一団で来ていただいて、それでひときわ大きなリアクションをいつもいただけるという。
もう真崎先生ご一行様が来ると非常にやりやすいというね、でもあのやっぱりお仕事に対するその考え方とかね、その向き合い方とかっていうのはさすがにあの大ベテランの、先生ですからですね、うん、お話も面白かったです、すごいなっていう、もう感心させられることたくさんありました。はい、あ、ひろくんさん、またゲストとして出ることがありましたらよろしくお願いいたします。はい、お待ちしておりますのでね、また遊びに来ていただければと思います。はい、はい、そしてその次の週が、ちょうど50回目、これ、この50回目は、何と、住宅設計設計作家でもあって、それから建設設計事務所もね、経営者でもある金井健太郎さん。はい。あの狭小住宅であるとか特殊な環境の住宅を手掛ける、リノベーションであるとかね、あの戸建て新築であるとかっていうところからもしくはあのご活躍の金井健太郎さん。最近はあの地方創生っていうその新たな柱もね、なんかお仕事の中に加わって、ですね、今鹿児島の阿久根市というところに、拠点を置いて、はい、いろいろ可能性を模索しているというお話でね。ね、もう話を聞くと面白いんで、ちょっとこう世の中これ落ち着いたらもうぜひ遊びに行きたいと思ってるんですけどね。本当に。いやでも改めて思うんですけど、この極楽研究所でもういろんな業種の方からお話聞けるじゃないですか、なんか業種は違うんですけど皆さん共通してるものは持ってる気がするんですよね。例えばどんなかところ、例えばもう何でしょう、もうなるようになるさじゃないですけど勢いがあるというか、もう行動する、とにかく行動するっていう方が多い気がします。そうだよね、やっぱりね、あの、好きなことに関わってらっしゃる人は皆さんそのなんだろう、 やらずにはいられないというさ、部分あるじゃん。それだけの熱量というか、ね、そこがやっぱりいろんなね、あの結果を呼び込んでいく原動力になってるんだろうなっていうのはこれ共通して思いますよね。ですね、面白いですよ。やっぱりそのやらずにはいられないぐらい好きなものって、はいね、やっぱり知らず知らずのうちに極めていくんだな人間はっていうね、ですね、なんだかんだ言いながらやっぱ好きなんだなっていうね、それは面白いですよ。ですね、この間あの金井さんはあの、はい、なんか朝方まで飲んでちょっと飲みすぎてさ、カラオケで叫びすぎて声がみたいなこと言ってましたけどそうだったんですね、そうそう、面白いね、このあたりはもう本当おなじみな感じ。さあ、そしてですね、51回目、はい、これも、はい、異業種交流会でね、いつも一緒にモデレーター陣をやっております、美穂さん、はい、イスラエルビジネスコンサルでライターというね、美穂さんに来ていただいた、イスラエル、はい、そのご主人との馴れ初めが結構おかしかったんだよねなんでイスラエルなのみたいな話から始まって、確かに、これなかなか、人生ってそういう風に転がることあるんだなみたいなですね、何がきっかけで、あ、やすしさん、美容師交流の合宿は悪年になるのか、毎日芋掘りということでそうそう、あの食の豊かなところだそうですのでね、あの芋掘りもできるし魚釣りもできるしということでね、いいですね、山の幸と海の幸と、そうそう、いろいろ楽しめてね素敵なところだそうですよ、はい、ぜひ行ってみたいなと思ってますけどね、はい、そうで、この美穂さん その、今連載しているそのイスラエル関係の、記事がねネットで読めるんですけど、これが意外と面白くて、はい、私もイスラエルのことってなんか知ってるような知ってないようなっていう中途半端な知識だったんですけど、そういうところを細かくね、いろんな切り口で
隔週だったかな、うんうん、で公開されてますんで、ね、これもちょっとあのまたご紹介できたらいいなって思ってますけどね。はい、ぜひぜひ。はい、さあそしてえっ、ー、と3月に入るのかもう次は早いちょうどでもあれですね、いい時間に終わりそうな振り返りになってきましたね。そうそう、3月最初のゲストは真崎先生が、今いろいろとご一緒にねお仕事されてたりする、はい、脚本家の武藤康幸さんにゲストでお越しいただきましたね。これが第52回目で4クール目の最終回、うん、なるほど、うん、そうそう、なかったお話。武藤さんとはね、あの、はい、お仕事を通じてご一緒したこともあったんですけれども、なかなかゆっくりお話をするということがね、人同じ作品に関わっててもねなかったんで、うん、あ、そうだったんですね。だいたいそうですよ、その現場ってそんなにゆっくり話ができるってことないし、まあ、確かに確かに、うん、ましてや今こんな状態だからね、うん、そうですね、もう早く帰ってって感じですもんね。いるとこないからね、うん、そう、このあのやっぱりね、脚本家とか漫画家とかってこう世の中ではこうね仕事としてちゃんと認知されてるのに、どうやってどうやったらなれんのよみたいなのがよくわからない仕事のシリーズだなみたいなのがね、お話から始まって、うん、でもやっぱりやっぱり武藤さんもね、こういろんなとこ投稿したりとかしているうちに目に留まってみたいなことをおっしゃってましたからね、やっぱり行動しなきゃダメなんだなと。そうですね。ね、ことでした、うん。はい。そして、はい、次の、53回目のゲストに来てくださったのは、小説家としてご紹介しましたけれども、村山仁さん。はい、でもね、ご本職は長崎の方のアナウンサーでいらっしゃるという。はい。うん。もう多芸な、多芸多彩な方で。すごいですね。多芸多彩な方で、本当に。ね、でも、ここから確か九州が続く感じですよね。そうそうそう。ゲストの方。ね、村山さんは長崎という。はい、そうだ、九州度が多いのよね。だからさっきのあの建築の金井さんも会社そのものは、あれは渋谷区になるのかな、あの場所はなんだけど、阿久根市と関わりを持ってそっちの方にも新たに支社みたいな形でね立ち上げて拠点を持ってるというお話でしたからね。ですね、でまた村山さんという方は非常になんか不思議な感じのね、ひょうひょうとした感じで面白かったですよね。これも面白かったです、うん、はい、はい、さあそして次がですね、またやっぱそうだ、九州続くんだよね。はい、九州続きました。この週福岡拠点の重空間コーディネーターの辰沖よしこさん、はい、お住まいの話ってのはいろいろ人生模様のお話だよっていうねところから始まって、本当に、またそう面白かった、辰沖さんというお名前が珍しいですねって話からね一族しかいないんですっていうのは、うんうん、興味深かったですよね面白かったですね。お寺がね、そうそうそう、お寺さんのね、関わりのある一族だけが名乗っているよという話でしたよね、はい、また住まいって一言で言ってもね、いろんな関わり方があるんだなということをね、話が伺えて、うん、面白かったです。夫婦喧嘩一番見てるかもしれないっていう、結局なるようになるんだなみたいなねそうですね、面白かったですよね、これもね、また面白かったですね、うん、そしてそう、その次が、はい、55回目、
ついに世界を極めた人が、はい、ご登場ということで世界一の釣り用のねリールチューナー会社の代表である加藤剛さん、うん、はい、はい、もうそのなんかあのすごいですよね。死ぬこと以外はなんか目のつけるところが本当に、うん、死ぬこと以外はもう、うん、なんてことはないというあの腹のくくり方とね、そのご自身の身に起こったアクシデントなんかも、うん、まあまあサクッと乗り越えてるように聞こえましたけど、実際はいろいろ大変だったんじゃないかなと思いますけどね。うんですね。とにかく何でもいいからどうせやるなら世界一っていう、あのなんかこうスパッとした感じがね世界一をまたいろいろ模索されてるっていうのも意外でした。ですよね。なんか最初からその道なのかなって思ったんですけど、うん、これだったら世界一になれるんじゃねっていう目のつけ方とかねあれは面白かったですよね。本当に、あの例え話で、あのスキーのねジャンプあれ世界一とか争ってるけど、はい、実際どれだけ競技人口いるんだよって話を言われた時には、うん、そうだと思いましたもん。思いました、ね、思うよね。思いました。確かにってなりますよ ね。そうだよ。大体だってジャンプ台なんてそんなそこらにあるもんじゃないし、ねまあ、今はほらサマージャンプとかってさ夏場も高いやつするんだけど、まあ、 うん、でもほらそもそもジャンプ台なんてそんなあちこちにないしさ、スキーのジャンプやりたいですって子供がもし言ったら、うん、じゃあどうしたらいいのよって親はうろたえるよね。なりますよね、うん、ってことは競技人口少ないだろうと、うん、だったら世界一にもなりやすいんじゃないかっていう発想ってそれすごいなと思ったよ本当に目の付けどころがね、面白かったですよね、この話ね、ね、みほさんコメントをいただいております。こちらこそ楽しかったです。またよろしくお願いします。はい、ぜひぜひね、遊びに来ていただければと思いますよ。ありがとうございます、はい、というところまでが、ゲストの方がいらしてくださった回でしたね。で今日が56回目と、はい、56回目、うん、今年度最後でございます、はい、まあね、ざっくりとこう振り返ってきましたけれども、いやー、考えてみるとすごい人たちに来ていただきましたね本当にもう濃かったですね。振り返るだけで結構なカロリーよく皆さん来てくださったよね、こんなわけのわかんないルームにさありがたいことです。ありがたいことですよ、ね、うん、またね、あのちょっとこのなんだ、新年度からはね、曜日を月曜日に変えて、月曜の夜、はい、お引っ越しね、うん、10時からということで、仕切り直していきたいなと思いますけれどもね。はい。うん、でちなみにですね、はい、来週ちょっと一日前倒しになるんで準備期間が短くなるんでおたおたしてるんですけど今4月の4日月曜日、はい、22時から次回は予定しておりますけれども、いやね、正直な話ね、はい、何しようかなって思ってたのよ。ゲストも見つからないしなってなんで振り返りを2回に分けてやるかとかね、正直思ってたの、はい、なんかその上げ底みたいな感じでさ、うん、でもね、そんなことをこう考えてたら、実はゲストでね、あのお越しいただいた徳田雄介さんがちょっと一緒に、はい、語りをやってくれそうだということで、ね、ちょっと甘えてしまおうかなと思ってますので、はい、明日まあいいかも、今から言っても別にいつもはね、ゲストの方がいらっしゃるときには、はい、翌週のゲストの方のお話は一切触れないようにしてるんですけど、今回ね、ゲストの方いらっしゃらないから、そうですね、いらっしゃらないですから、実はね、宮沢賢治の注文の多い料理店ってあるじゃないですか。あれを二人でやってみようかと。はい、おお、楽しみですね。大阪の徳田さんと東京の私でクラブハウスの上で掛け合いをしてみようかと。はい、でどんな風にやるかっていうのはちょっとまだこれからね、ちょっとご相談なんですけど、二人で
語れるようにアレンジした台本っていうのは私が作ったのがあるので、それをちょっと叩き台にして、うん、いいですね、やってみようかなと。でどんなやり方したらいいのかな、はい、ちょっとこれから、まだね具体的なことは考えようかなと思ってるんですけど、今まだ徳田さんいらっしゃる、徳田さんもしよろしければ上に上がっていただけますか、あの宣伝にもなるし。何でしょう、あ、滝沢さん、気がつけば随分たくさんやってましたね。あ、そうそう、ね、あの滝沢さんにね最初の頃、そう、あのあれですよ、招待制だったじゃん最初。そうですね、最初あの滝沢さんに私これクラブハウスに入れてもらったんだよ、うん、そうそう、いやそんな始まりでしたね。あ、徳田さんありがとうございます。あ、ありがとうございます。どうもありがとうございます。お疲れ様です。来週よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そうそう、あの 東西共演ということで東西共演いい、楽しみです、ね、ちょっとね、どんな風にやろうかっていうことまだこれからなんですけど、はいはい、そうなんですね、どんな風にやりましょうかねそうそうですね、どうしましょうか ね、まあ基本的にあの2人の紳士が出てくるところと、それから後ろの方にね、はい、あの化け猫の子分が2人で会話するところは、まあこうどっちかがどっちかをやるっていう形でいいんですけど、はい、そうですね、はい、真ん中のね字の語りのところとか、うん、どういう風にしようかな、はい、これからちょっとそうだということで、はい、もしかしたらあの役をこうねと入れ替えて2回やってもいいかとかね、そんなこともちょっと、ね、そういう感じでもいいかなとかもいながら、つつね、まあ、はい、来週はですんで、語りメインで、ね、2人で、うんうんうん、あのその物語メインでお届けしようかなと思っております。いいですね、皆様ぜひぜひ楽しみになさってください、ね、はい、遊びに来ていただければと思います。曜日間違えないでくださいね、はい、よろしくお願いします。月曜日ですので、月曜日来週から月曜日になりますんでね、お引越しでございます、 はい、です、ね、徳田さん、なんか他にこう2人でできそうなものとかって、はい、あります？2人でできそうなの、そう、あ、そうですね、今全然考えてなかったですけどいや、あの本当はね、もう世の中のこういう状況が落ち着いたら、はい、私が大阪の方に出向いてでもなんかご一緒したいですねって話はずっと前からしてたんですよ、はい、だけど最近またちょっとなんか増えてきちゃってね、うーん、あまりいい状態じゃないんで、しばらくこんな状態続きそうですねっていうところから、うん、はい、もしよろしければちょっとゲスト決まってないしみたいなひどい誘い方をしていえいえいえ、なんか一緒にやりませんかみたいなことでね、お声がけをして心よく引き受けてくださいまして、ね、ありがとうございます、はい、いやでもありがたかったです、そうやって声かけてもらえるので、一人で やってできないこともないんですけど、やっぱりね、飽きられちゃうかなと思ってね、私が一人でやってても、うん、なんでなるべくいろんな人と絡んでいきたいなって思ってるんですけど、せっかくいろんな方いらっしゃるからね、うん、また最近あれですよね、増えましたよね、なんか語りのルーム、うん、多いですね、ありましたよね、本当に、気がついたらなんかあちこちでやってて、うん、もう土曜日なんてさ渋滞だよ、はっきり言ってそうなんですね、時間かぶりまくりだから、いろんなところでいろんな人が朗読やってんの、ね、うん、一日に朗読やってんのあちこちですごいなるほど、ね、まあまあ大変なのでちょっとそうです、ね、土曜日はもうやりたくないなと思ってあ、月曜日ですからね、やるのは。土日はね、なんかやっぱり昼間でもプアコネクション出まくるんで、あ、うん、回線がなんか混んじゃうんだね、なんか、ちょっとまだバグがね、最近新しい機能とかがいろいろ実装されて、うん、バグっぽいところもあったりするんで、うん、そういうのの影響もあるのかもしれないんだけどね、かもしれないですね、うん、まあね、月曜日の夜10時ぐらいだったらそんなに困らないんじゃないかな、どうなんですかね大丈夫だとは思うんですけど ね、そんなに
まああのね、どんな感じの宮沢賢治になるのか、注文の料理店になるのかはちょっと皆さん聞いてのお楽しみということでね、ぜひ遊びに来ていただければと思います。せっかくですから、なんかあの徳田さん、この今週とか近いところで何かお知らせとかあるようでしたら、はい、お知らせ、今週特に何もないかな。あれ、あの寝落ち朗読の寝落ち朗読はあの、まあ、今日もこの後12時半からやろうかなとは思ってるんですけど、はい、あの僕の体力もあって、うん、夜先に僕が寝落ちてる場合があるんで最近はやってない日も多いんですが。そうですか。いやでもね、はい、相当長いこと続けてらしたからね。はい、そうですね、ファンの方も、ね、はい、聞かないと眠れないって方いらっしゃるじゃないですか結構。そうですね、そういう方もね、うん、いらっしゃいますけど、そうだ、はい、あ、そうそう、あの滝沢さんが今下にいらっしゃるんでね、あのそのうち滝沢さんにもゲストでちょっと話してもらおうかな、はい、ね、あ、ですね、ぜひぜひ。滝沢さんをクラブハウスで見かけたのすごい久しぶりだよ私。本当に、あ、滝沢さんだって思いました。ね、まあまあ、さて、日付がいつの間にか変わってしまいましたのでね。はい、あっという間でした ね、振り返ってると。いや、間が持ったね、とりあえず。持ちました。別に2時間やろうと思って始めたわけじゃないんだけど、早く終わっちゃったら終わっちゃったでいいや、みたいな感じでいつもやってますけど。そうですね。ね、あの皆さんいかがでしたでしょうか。長い時間お付き合いいただきましてね、本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。ぜひね、今後とも、一つ極楽研究所よろしくお願いをいたします、ね、でよろしければ皆さん研究員になってください。今何人だっけな、もう850人ぐらいになった。 ありがとうございます。今ね、そう、あ、ちょうど850人ですね今。ありがとうございます。ありがたいです ね、100人超えたよ、すげえって言ってたのがなんか懐かしい。懐かしい、あっという間に皆様のお力があって、ね、ありがとうございます、ね、はい、うん、最近ねちょっとふと思うに、そのまあ、はい、ね、ゲスト見つからないとかってこともきっとこれからちょいちょいあったりするんだろうなっていう予感はしてるんで、そういう時にはまたこういう雑談部屋でもいいし、皆さんからのなんかね、ご質問とかご相談とか、まあ今あの趣味でね、あの朗読とかされてる方も多いでしょうから、なんかそういう方のねご相談をこうお聞きするとか、うん、ですね、まあ、雑談部屋になっちゃったり相談部屋になっちゃう日があってもいいのかななんていうことを考えております、ね、うん、まあ、研究所ですからね、いろいろ研究して、研究と名のなんか言えるようなことだったら、まあ、何でもいいのかなと、うん、コンセプトは楽しむを極めるだから、はい、ね、あの楽しむことを極めるためになんかちょっとでもプラスになるんだったら OK という、うん、なんか自分で自分なんか逃げを打ってるみたいな感じ、ね、感じだけど、そうそう、あのそう、ちょっともうちょっとね、あのゲストの方をお迎えしてお話伺えるときはもう存分にね、あのお伺いをして、でまあそうじゃないときもきっとこれから増えてくるかもしれないから、はい、そういうときはそういうときでまたなんかできることをねちょっと考えていきたいななんていうふうに、うん、思っておりますんで、うん、皆さんね、あのどうぞよろしくお付き合いください、はい、さあ、それではですね、徳田さんありがとうございます。なんか急に引っ張り上げちゃってすいません。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます、はい、今ね、あのお聞きの皆さん、あの好み価値観の近い方がお集まりだと思いますのでね、いつもあのルームを閉じる前に2分ほどつながり合う時間というのを設けております、プロフィールを見ていただきましてね、あ、この人面白そうだなという方もし見つけましたら、どんどんつながっていただいて、クラブハウスをね楽しんでいただければと思いますんでね、それでは2分ほどちょっとそのつながり合う時間を設けてから、今日はこのルームを閉じたいと思います。本日も長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。
それでは今日はこのあたりでルームを終了したいと思います。今回も長い時間お付き合いいただきまして皆様本当にありがとうございました。おやすみなさい。良い夢を。